ここにある瓶ですけどね、これは闘牛会の亀山会長さんがですね、小さな球根を皆さんのためにということで、移植する際にですね、取っておいてもらったっていう瓶です。前回の時はですね、コンタミしてたので無菌状態で送ることができなかったので、あんまり小さな球根はですね、皆さんが育てられないっていうことで、まあ米粒前後ぐらいので拾って出品したんですけど、今回はコンタミしてませんので、これをですね、移植して無菌状態でですね、皆さんのところに送りたいと思います。ここにあるのがですね、今回の後輩のものです。後ほどこれは出品する際に、リストとして載せておきますけどもですね、まあ皆さんに分かりやすくある程度書き直しました。で、一番ですね、一番の右側、山種連絶と書いてあります。この山っていうのはですね、去年のベスト有頂欄の表紙に載っていた緑覆輪の朱花ですね、それです。2番、山頂で尾点がもうかかってますね、咲き分けする花ですね、それに、星空、赤星空などがかかってます。3番の右側、赤カラス、赤いっていうのカラス葉ですね。まあ大体皆さんに分かるようにとは書いたんですが、9番ブルーシュって書いてあります。このブルーっていうのはですね、若葉園で出したいわゆるシアン系というタイプのものですね。それから14番江戸絞りと書いてありますが、絞りの花の中でですね、連絶のものと大きな仁王タイプのものあるんですけど、社長さんが、連絶のものを強絞りと言ってます。江戸絞りは、さらに大きいタイプの仁王タイプの絞りということですね。まあ大体、絞りあるいは星空、朱花の星空などがかかっていまして、前回は16種類でしたが、今回は18種類入ってます。無菌状態ですので、前回はですね、作りづらいこともあるだろうということで、100球で1万円で、出品しましたが、今回無菌ですので、50球前後ぐらいに、瓶の中に入れて出品したいと思います。この大きさ 450cc のマヨネーズ瓶です。倍長はですね、かなり 150cc 入れてあります。 150cc 入ってますので、球根はかなり大きく、なるはずです。まあ、それですので、マヨネーズ瓶ですと100球はちょっと多すぎるので50球にします。できるだけですね、この瓶から出したものを大きなトレイに出します。大きなトレイにクリーンベンチの中ですね、これクリーンベンチですけども、クリーンベンチの中でお皿を出してですね、その中でよくかき混ぜます。かき混ぜて、まあ、任意に、拾って、瓶の中に入れます。そうですね、まあ10本ぐらいは十分できるでしょうね。それができたら出品したいと思います。それでは以上です。